ハローガーマニアーズ。今日は、餃子を、赤ワイン、微発泡の赤ワインで流し込もうと思います。今日買ってきたワインは、どんな味なのか気になります。赤辛口微発泡、カーサラベラ、カーサベラルベロ、ベラルベロ、イタリアかな。さーていただこうと思います。それではまずね、いいグラス持ってないんですよ。本当はね、いいグラスだったら欲しいんですけど、なんか薄いやつだとすぐ壊しそうで怖いし、けど薄くないとやっぱワインって美味しくないですよね。それでは注いでいこうと思います。うわ、ファンタグレープよ。赤の微発泡ってマジうまいよね。結構好きで、前に、コロナちょい前くらいに、六本木の、なんだっけ、ローダーデールがあったところ、あそこで、なんか今パン屋さんみたいになってますけど、そこで食べたじゃない。飲んだやつがすごい美味しくて、そっからちょっとハマっちゃってチラチラ飲んでます。さて、それではいただきます。どうなんだろう。え、うまいけどお子ちゃまなんで甘いのが好きですけど、まあ、でもたまには辛口も悪くないな。なんかこれ餃子に合いそうな気がする。ちょっとなんで今日餃子にしたのかっていうと、まあ、でもあんま特に意味はなくて、なんかたまたまあったものがこれしかなかったって。ちなみにあれね、四川の山椒が入った食べるラー油、これがマジでうまいんで、結構みんなやってる人もいっぱいいると思うんですけど、ぜひね、試してみてください。いやー、うまそう。うん。ペアリングとしてはいまいちかも。まあでも嫌いじゃないけどな。甘めだったら合うのかな。あとこれ塩麹、やっぱ塩麹ってね、肉の旨味をだいぶ引き立てる役割があるんで、結構おすすめっすよ。うん、これでまずい餃子、ごめんなさい食べながら、これでまずい餃子もなんだっけ、塩麹が全部美味しくしてくれるので全然大丈夫です。いけます。結構ね、俺嫌いじゃないかも、これ。それでは餃子の歴史について、シェアしたいなと思います。これはモランボンのサイトに載ってました。モランボン、いいソースをいっぱい作れますよね。
1778年江戸時代、中国料理書タクシ調療法タクシ調療法で初めて餃子が紹介されたそうです。中国から来た、料理書で初めて餃子っていうのが、日本に入ってきて、それが10年後に、中国事情をこうまとめた書物があって、新読記で、それには餃子が、絵を入れてこう説明してあったと。で、シューマイの形に似ていたそうです。で、庶民の食べ物としては、まあ、なかなか普及しなかった。まあ、形が気持ち悪いんで、普及しなかったんでしょうね。第二次世界大戦後、昭和ですね。中国にいた日本人が帰国して、で、満州で食べた、餃子の味が忘れられないと。っていうことで、自分たちで作って、あと売るようになったんですね、それを。で、そっから、2、3年後くらいに、こう全国でバーッと広まったそうです。で、やっぱ、餃子って、比較的、こう、簡単に作れる料理じゃないですか。子供でも一緒にこう作ったりできるでしょ。で、なんで、それもあって、こう、全国にこう広まっていったっていう。で、美味しい、安くて、たくさん食べれる栄養のバランスが、まあ、比較的、野菜も入ってますからね。野菜、肉、バランスが良い。で、味もいろいろこうアレンジできる。今日私も塩麹と、あと、食べるラー油かけてますけど、そういった形でこういろいろ飽きずにこう楽しめますよと。あとは自宅で簡単に作れるね。子供と一緒に作れるでしょ。で、そういうのもあって、こう一気に広まっていったそうです。現在中国では春節前後で餃子を食べると。要は、めでたい席で食べるものが餃子ですと。で、その理由の一つは、餃子の形が、清朝まで使われていた、貨幣の、馬蹄銀、あってんのかな。っていうのに、こう、形が似てるんで、お金に恵まれるようにっていう願いを込めて、こう、食べる習慣があるみたいです。なんで、春節ってことは、中国の、何でしたっけ、正月、旧正月ですね。正月の元旦に食べるものというので、が一般的なそうです。で、餃子は、ジャオズって読むらしいんですけど、交わる子のジャオズ。ジャオズ。で、それで、子宝に恵まれますようにという意味もあるらしいです。なんで、お金、金運も、OK だし、子供にも恵まれるよ。で、子宝に恵まれるっていう県なんですけど、今、中国の、自治区、新疆ウイグル自治区にある病院では、妊婦に対して、妊娠後期に、中絶させたりですとか、新生児を、死亡させる。まあ、要は殺すですね。っていったことが起こってるっていうのをアメリカにあるですね、ラジオフリーエイジアっていう、ところが報じて、で、それをヤフーニュースが、取り上げてます。で、これ中国っていうのが、2016年以降に、ウイグル族に対して、強硬な、いわゆる対テロキャンペーンを実施してるっていうことだそうです。これまで少なくとも100万人のウイグル族の人々が収容施設に入れられて拷問を受けてるですとか、あとは強制労働させられてるなんていう話もあります。その強制労働させてるっていう企業は中国の企業だけじゃないですからね。日本企業も。で、その強制収容施設っていうのは中国はですね、再教育キャンプって呼んでるそうです。再教育キャンプってね、なんでバカバカしい名前なんだろうと思うんです。まあでもこれ中国っていうよりも中国共産党ですからね。人民っていうのと国民っていうのは全然違うので、皆さんそこら辺は調べておいてください。今、
ウイグルで暮らしているウイグル族の方々は今大変危険な状況になっています。で、中国では2016年に一人っ子政策っていうものがひっそりと、廃止されてます。まあ、要は、漢民族の人たちですね。で、これ AP 通信が報じてるんですけど、ウイグル族を含む少数派民族は、2人から3人の子供を持つっていうのが許されてきたんだそうです。で、しかしですね、新疆ウイグル自治区にある病院で、15年働いて、で、その後トルコに移った人が、証言してるんですけども、その、たくさん妊娠したりですとか、あとは、1人産んでから3年間産んじゃダメとかあるんですけど、で、この制限を超えて子供が生まれそうになると、妊娠を終了させられるっていうふうに語ってる人がいます。で、妊娠8ヶ月、9ヶ月ぐらいまで行くと、中絶は難しいので、生まれてきたらすぐ殺すっていうことが行われているんだそうです。で、それを行うのは病院で、で、なんで病院がそんなことをするのかっていうと、法律で厳しく決められていてですね、守れなかったお医者さんっていうのは厳しく罰せられるという状況なので、こういった拷問まがいのことが行われているんだそうです。で、なので、その強制収容施設もそうですし、今回の、妊婦を強制的に、避妊手術をさせる、中絶をさせる、出産した後すぐ殺してしまうっていう行為は、国際マグニツキー人権法の違反であることは確かだと思うんです。なので、これを良しとするかどうか、自分の国じゃないからいいと思うのかどうかは、まあ皆さんの判断次第なんですけれども、まあ決して、遠い国の話ではないということだけを覚えておいてください。